一つですね、唯一困っていることはですね、YouTube のライブ配信ができていないんです。しばらくすると分かると思いますが、こういった形で、サーディカープ、こんにちは、ノブです。ノブ沖縄情報チャンネル始まります。こちらのチャンネルでは沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。もしよかったら先にチャンネル登録、そしてチャンネル登録の横のベルボタンを押していただければ通知がいきますので、ぜひ先にそちらやっていただければ嬉しいです。ということで本日はですね、沖縄のこちら景色って言ってもめちゃめちゃ海が荒れてるんですけど、ちょっと風が強すぎて風切り音乗ってないかちょっと心配なんですけど、今日はちょっと海に来てるんですけど、タイトルにもある通り全く沖縄とはネタは関係ありません。最初に沖縄の情報とか言っときながら全く沖縄の情報とは関係ありません。僕こちら使っているスマホですね、スマホの方で撮影してるんですけど、使っているスマホは iPhone の XR を使っています。そしてですね、 iPhone の XR のモバイル通信がですね、楽天モバイルを使ってます。かなり昔に動画にさせていただきましたが、旧楽天モバイルですね、今新規で申し込みはできない状態になってますが、昔のドコモ回線を使ったいわゆる格安 SIM の楽天モバイルの方を使ってます。そちらがメインで使ってたんですけれど、新しい無料の楽天モバイルができたことで、そちらをですね新規で契約して、そちらのものを eSIM にしてデュアルシムで使っているんですけれど、そちらの動画を概要欄に URL 載せておきます。その後もどういった状況で使っているかっていうのも動画で上げてますので、ぜひそちらもご覧いただきたいんですが、今もその状況変わってません。全然変わってないんですが、そろそろ変えなきゃいけないかなっていうか、楽天モバイルが始まってからですね、そちらの方を使っているので、そろそろ1年になるんです。なので無料期間が終わってしまうんですよ。なのでどういった形にしなきゃいけないかなっていろいろ悩んでるんですけど、やっぱり楽天モバイルの安いっていうところは、新しい新プランの発表がありましたけど、すごい魅力的だなと思ってるんですけれど、そして使い勝手もですね、僕自身そこまで困ってないんですよね。ちょっと困ったっていうことを今回の動画の第2弾、次の動画で上げようと思っているんですけれど、そこまで本格的に困ってないんですね。よく言われるのが、電波のつながりが悪かったり、通信の状態が悪かったり、無料で通話できるっていうアンリミット、楽天リンクのアプリですね、あれで通話すると音声が全然良くなかったりっていうことで、すごいクレームがあったりするみたいなんです。僕の方はそこまでそれを感じたことがなくてですね、今自宅とかこちらのですね、今いるのがギノワンマリーなんですよ。うちの会社もすぐそばになるんです。この辺りは楽天モバイルのエリアではなくて、 au 回線を使っているエリアになります。そしてですね、かなりずっと向こう側になりますけど、あちら側に行くと橋を渡って、あちらに行くと浦添市になるんですけど、浦添市の方はこちら、特にこの海岸沿いの方は楽天モバイルエリアになります。なので楽天回線エリアなので、この橋をずっと行ったところは1年間は無料でずっと使えるっていうことになって、来年4月からも2980円で使い放題っていう状態になるんですけれど、先ほども言ったように実際僕が au 回線エリアでそこまで困ってないんですけど、一つですね、唯一困ってることはですね、 YouTube のライブ配信ができていないんです。沖縄の方に相談したりしてるんですけど、楽天モバイルを使ってる方っていうのは結構いろいろ探したんですけど、なかなかいないみたいで、楽天モバイルで iPhone だとできないのが、 YouTube の動画で楽天ミニや楽天ハンズかな、新しいやつ、あちらの方を使って YouTube のライブ配信をテストで配信されたりしてる方いるんですけれど、楽天モバイルをしっかりと使うことができるっていう推奨の機種では iPhone は違うんですね。なので推奨機種外である iPhone で楽天モバイルを使って YouTube のライブ配信をしたいんですけれど、どうしてもエラーになってしまうんですよね。なのでぜひちょっとその原因を探りたくてですね、もし皆さんにお力添えいただければと思って今回の動画撮影させていただいてます。本当にお願いの動画です。なので今回は皆さんのためになるというか、まあためになる方いるかもしれませんが、こういった状態のエラーが続くんですっていうのをちょっとお届けさせていただきます。前置き長くなりましたが、これから実際どういった状況になるかっていうのをお伝えさせていただきたいと思います。ということで、今 iPhone の画面を見ていただいてますが、一番上の方に書いてますけど、副回線楽天 LTE、 こちらが新しい楽天アンリミットのこちらプランになってます。そして下に主回線ドコモってあるのが旧楽天モバイルですね。ドコモ回線を使った楽天モバイルになっているんですけれど、インターネットはこの上にある方を使うことになっているんです。現在楽天アンリミットの au 回線エリアを使っているんですけど、こういった状態になるんです。実際に YouTube のライブ配信を始めてみたいと思います。それでは YouTube のライブ配信をスタートします。今こちらライブ配信の配信する画面ですね。僕映ってますけれど、こちらリアルタイムで映ってますけど、キャプチャー画面の動画になります。なのでこちらからライブ配信を撮影してっていうか、テスト配信の方限定でさせていただきたいと思います。それでは次へっていう風に押すと、まずはサムネの撮影です。サムネこんな感じです。ということでこちらスタートしていきたいと思いますが、今インカメで一応こちらやるような形でやってます。
まあ、こういった形でライブ撮影スタートしてるんです。スタートするとですね、ライブ配信中って文字出るんですけど全然出ないんですよね。そしてこのまましばらくこうやって話してやっていきたいなと思ってやっているとですね、しばらくするとわかると思いますが、こういった形で現在接続できませんということでライブ配信ができない状態になってしまうんです。一応再接続してみましょうか。再接続ということでもう一回このまま押すんですけど、すいません、ちょっとブラックアウトしてるような状態になってますけれど、このままですね、このまま続けようと思っても先ほどと同じエラーがそのうち出ると思います。ちょっと待ってくださいね。出るはずなんですが出ないな。ということでこういう形で接続できませんと出るんです。こういった形になってしまうんです。なぜか分かりませんがこういった形になってしまいます。本当に困ったことにこういう形になってしまうんですよね。これを直したいんですけどどうしたら直るんでしょう。一応普通にモバイル通信の速度がどれぐらいになってるのかっていうのをちょっとご覧いただきたいと思います。ということでこれから速度を測ってみたいと思います。ファストっていうサイトでこちら測ろうと思うんですが、 1.8 とか、まあ8ぐらい、 8Mbps ぐらい、それぐらいは出るんですけど、もちろんそんなに速いスピードではないのは分かっているんですけど、これぐらいのスピードが遅いからかなっていうかですね、一応 YouTube の方で YouTube のサポートの方に確認したんですが、スピードの問題ではいささかなさそうなんですよね。スピードの影響というよりモバイル通信会社に確認してくださいっていうことを言われて、アプリの方のせいじゃないっていう風に YouTube の方では言われたので、その辺がちょっとわからないんですけれど、実際今回の速度はこれぐらいになりました。一応もう一回測ってみましょうか。これぐらい、多分同じぐらいだと思うんですけど、先ほどから何回かやってるんですけど同じぐらいだと思います。早くて多分 10Mbps ぐらい出たぐらいなんですが、だいたいこれぐらいですかね。10は切ってしまうようなぐらいのスピードです。スピードの問題なのかな。ということで今回も 5.5Mbps でした。スピードの問題なんでしょうか。せっかくなので沖縄のこういった景色もですね、ぜひライブ配信してみたいんですけれど、一度台風の時に本当にライブ配信をしようと思って、できると思ってやろうと思ったらできなかったっていうようなことで皆さんにご迷惑をおかけしたこともありますが、先ほどもご説明したように今現在ですね、宜野湾マリーナにいて、こちらは au 回線なので、ちょっと車でこの橋を渡っていって、こちらの楽天モバイル回線エリアの方に行ってみたいと思います。それではこちらの方向かっていきましょう。ということでかなりやってきました。先ほどの場所はわからないな、あっちの方ですね。あっちの方からずっと橋を渡ってやってきました。そして今パルコシティの前です。実際にタイムラプスが終わったのがですね、あっちのパルコシティを過ぎたところの公園っていうか駐車場になるのかな、広場があるんですけれど、あちらで YouTube ライブのテストをしようかと思ったんですけど、あちらでですねやっぱり楽天回線をつかまなくてですね、実際にこちらもですね、実際に今楽天回線つかんでません。おそらく au 回線だと思います。確認のですね方法があるんですけれど、あの確認の方法でやってるんですけど、なんかちょっとよくわからない数字が出ていて、ちょっと確認しきれてないんですけれど、おそらくここもですね au 回線が今掴んでるのかなと思って、実はですねパルコの中に楽天モバイルがあって、パルコの中はその楽天モバイルの会社から楽天カーサとかを使って、もしかしたら楽天モバイルの回線を配信してるのかもしれないんですけれど、かなり弱いんですけれど、中だとですね実は楽天モバイルの回線を掴むんですけれど、こちらの方は残念ながら楽天回線のエリアではありませんです。多分 au 回線だと思います。なんですけどせっかく来たので一応こちらでも確認してみたいと思います。一応現在地がこのようになっていて、まあ際といえば際なんですけど、一応楽天回線エリアというエリアには入っているんですけれど、こちら残念ながら今はおそらく掴んでないと思います。それの確認しているのはですね、 iPhone で楽天モバイルを使っている方はおそらくご存知かもしれませんが、この米3001#12345#米というのを押すとですね、こちら通話ボタンを押すとこういった画面になるんですけれど、こちらの LTE サーミングセルインポ
っていう中のこちらのフレックバンドインドっていうやつが、こちらの数字が3の場合は楽天回線エリアで、18の場合は au 回線エリアっていうことなんですけど、なぜか21という数字を拾っています。先ほど言ったパルコを過ぎた公園も確か19だったかな、んか不思議な数字で、はっきりと楽天モバイルの回線を掴んでなかったのでこちらに移動してきたんですけど、ほぼ同じような状態でした。なんですけど、こちらから YouTube のライブ配信もう一度テストしてみたいと思います。それではまたライブ配信のテストしたいと思います。それでは次 A でやってサムネをカシャリン、2、1、カシャということで、これでライブ配信を開始するっていうことになるんですけれど、こんな感じですね。ライブ配信同じような状態になっていて、こんなような状態でしばらくするとおそらく同じエラーが出るかなと思うんですが、どうでしょうか。出ましたね。やっぱりこういった形で現在接続できませんという表示になります。一応ですね、 Wi-Fi だと問題なくこちらの iPhone で配信できるっていうのを確認してるんです。一度そちらの方の動画を見てください。それでは Wi-Fi 環境のノブさん、おつなぎします。はい、ということでこちら分かりますかね。 Wi-Fi でやっております。 Wi-Fi の環境下で YouTube チャンネルが普通にできる、 YouTube チャンネルじゃないですね、ライブ配信が普通にできることはこちらで確認してます。一度ライブ配信テストしてみます。こちらです。こちら限定公開でライブ配信をしようとします。それではテスト配信させていただきます。それではスタートです。サムネ用写真、イエイということで、このままスタートします。ライブ配信を開始ということで、配信するとですね、 Wi-Fi 回路がこうやって普通にライブ配信中ってなるんですよね。特に問題ないんですよね。普通にライブ配信中になります。このまま数分も喋るの大変なんで、こういった形で普通にライブ配信で切るんですけれど、モバイル通信の状態と楽天モバイルだとなぜかこちらライブ配信ができないということ。念のためですが、こちらライブ配信したものを YouTube からダウンロードしたものをこちら再生させていただきます。はい、どうぞ。ライブ配信中になります。このまま数分も喋るの大変なんで、こういった形で普通にライブ配信で切るんですけれど、ということで、このように Wi-Fi 環境下では普通にライブ配信が可能です。なんででしょうね。楽天モバイル、もしかしたら限ったことではないかもしれませんが、ぜひ答えを教えてください。それでは現場の方にカメラを返します。それでは現場のノブということで、また現地のノブに戻ってきましたが、こちらですね、実際にやっぱりこちらの場所ではライブ配信はできませんでした。そして先ほど見ていただいたように Wi-Fi の環境では問題なくこの iPhone でできるんですけど、なんででしょうか。楽天モバイルだからでしょうか。最後にちょっとテスト的に中でですね、ちゃんとしっかりと楽天モバイルの回線をつかむことができるのがちょっと分かりきらねるんですけれど、ちょっと中でもパルコシティの中でライブ配信のテストだけちょっとしてみたいと思います。それでは中に向かいたいと思います。ということで、今ですね、こちらパルコシティの中に入っていきました。そして3階の楽天モバイルがすぐそばにあるところで、ちょっと楽天モバイルの電波を掴んでるのがちょっとはっきりとわからないんですけれど、こちらで一応電波が3本立っているので、こちらでテストしてみたいと思います。それではテストを次へということでやっていきたいと思います。まずはサムネ撮影ですね。3、2、1、カシャリということで、これで初めて行きましょう。ライブ配信を開始ボタンを押します。これで始まるかな、どうなるかな、どうなるでしょうか。やっぱりダメそうな気がしますね。ずっと時間だけが経過して配信中になりませんでした。やっぱり現在接続できませんとなります。どうしてなんでしょうか。残念です。ということで、いかがだったでしょうか。やっぱりですね、楽天モバイルでモバイル通信だとライブ配信ができないんですよね。YouTube に問い合わせたんですか、分かりませんでした。実は楽天モバイルにも問い合わせたんですけれど、楽天モバイルはですね、ここで文句言うのもあれなんですけれど、問い合わせの返答とかですね、めちゃめちゃ遅くてですね、1週間ぐらいね返答来たんですけれど、結局ですね、 iPhone は楽天モバイルなんて推奨環境じゃない、推奨機種じゃないっていうことで、全く取り合っていただけませんでした。全く話に聞いてもらえませんでした。なので、楽天モバイルが原因なのか、 YouTube のアプリが原因なのかも全く分からない状態です。このままだとやっぱり楽天モバイルは解約せざる
る得ないかなってちょっと思ってますが悩んでます。あともう一点です。 iPhone の設定とかもしかしたら僕の方でちょっといじってしまったのかなと思って、実は1週間ほど前ですね、完全に初期設定して一からやり直したんですけれど、 YouTube の設定は本当にいじらずにいきなりライブ配信をしてみたんですけれど、同じようなことになりました。 Wi-Fi はできるんですけど、モバイル回線ではできないような状態でした。どうしたらできるようになるか、もし分かる方、少しでもヒントを分かる方、ぜひコメントいただけたら、ちょっとでも参考になること分かる方いたら、ぜひいろいろ試してみたいので、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。ということで今回はあまり沖縄で直接関係ないネタになりましたが、普段は沖縄の情報、最新情報、お得情報などをお届けしています。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。サーディークラップ、バイバーイ。